はい、構図の趣味部屋へようこそ。今回はね、ドラゴンボールから、こちら、ドラゴンボールスーパー孫悟空フェス、その後、スーパーサイヤ人ロゼですね、こちらを買ってきました。買ってきた、取ってきたんじゃなくて買ってきました。はい。ということでね、これめっちゃね、ちょっとね、実物飾ってあったの見たらめちゃくちゃかっこよくて、思わず買っちゃいましたね。はい、これをね、開封したいと思います。はい、いや、このシリーズいいよね。この中澤さんのね、作ってるやつ、はい、これをね、開封したいと思います。では早速、行きましょう。はい、ということでね、今ね、箱から出した状態です。はい。こういう感じでね、パーツごとに、入っていますね。結構ね、重いし、何より結構大きいですね。はい。いや、これはすごいな。ではね、早速、組み立てたいと思います。はい、ということでね、開封しました。こちらですね。いや、この段階でもめっちゃかっこいいよね。ポーズもさることながら、この造形の再現度の高さ、いや、さすが中澤さんっていう感じだね。いや、悟空作らせたらやっぱすごいね。あの人はね、やってくれますよ、ほんと。はい、いや、結構ね、この道着のシワの感じとかもな、ちゃんと再現されてるし、すごいね。髪の毛もね、結構こうトゲトゲしくね、結構鋭利に尖ってる感がね、結構やっぱかっこいいですね。いや、これはかっこいいな。これこの角度とか超かっこいいよね。いやー、これはすごいよ。ちゃんと指輪もね、ちゃんとしてるし、まあね、ちょっとね、ここの台座のここの支柱がね、めちゃくちゃなんか浅かったのかわかんないけど、すごいなんかポロポロ取れられる感じで、まあ、本当ただただ支えてるだけの感じだな。いや、これはかっこいいな。スーパーサイヤ人ロゼ、いや、かっこいい。いや、すげえな。うわ、これはめっちゃかっこいい。これということでね、じゃあちょっとね、もう一つね、紹介したいのはね、こちらですね、回転堤防これはね、100均で買ってきました。はい、150円ですけどね。これはね、フィギュアを紹介するときに乗せてね、回して紹介しようかなっていうので、買ってきたんですけど、ちょっとね、実際使ってみましょうかね。はい、はい、ということでね、こう台座にね、乗せた状態です。これをね、こう回転させる。ああ、これ楽だわいや、これやっぱりいいね。100均だけど150円だけどね、うん、おお、こうやってほら、これでもね、もっと自動だったらよかったんだけど、さすがにそれじゃ100均じゃ買えない。まあ、これはね、ダイソー商品です。はい。いやー、いいね。うわー、いやー、かっこいい。ロゼ。かっこいいなー。やっぱいいねー。もう表情がもう似てるもんなー、これ。
や、これはロゼの決定版やな。ああ、かっこいい。はい、ということでね、今回はね、スーパーサイヤ人ロゼをね紹介しましたけれども、今回はね、あともう3商品ぐらい、連チャンでね、まあ日にちをまたいだけれども、4日間連チャンで、動画アップしたいと思いますんでね、皆さん、チャンネルの登録チャンネル登録をね、して、お待ちいただければなと思います。はい、ということでね、1日目はね、このスーパーサイヤ人ロゼをご紹介させていただきました。皆さんね、これを見てね、もしよかったらいいねボタン押してください。あとね、チャンネル登録してない方は、チャンネル登録もよろしくお願いします。では、今回はこれにてご視聴どうもありがとうございました。